皆さん、こんにちは。2024年は NFT ゲームの利益で家を建てたい !NFT ゲーマースプランです。今日はですね、仮想通貨初心者向けということでですね、仮想通貨 NFT ゲームで損する人の思考参戦を見ていこうと思います。この世界はね、本当に怖いんですよ。資産が一瞬で溶けます。株 FX なんかよりも怖いです。でもね、 逆に資産が一瞬で増えることも多いんですよね。お金が配られることさえある世界です。そんな仮想通貨、NFT ゲームの世界で損する人の思考参戦、これを抑えると、この思考をね、避けることで稼ぐことができるとスプランは思っています。ので、稼げる思考を持っていきましょうというのが今日の動画になります。はい、まずね、一つ目がね、ウェイウェイ思考ですね。これを持ってる人は稼げないですね。で皆さんはお酒を飲んでウェイウェイしてる人に対して、ウェイウェイ ししにくい性格じゃないでしょうかこれ、やっぱり、盛り上がってる人たちを見て、いいなって言って、そこの輪に加わる、みたいな感じですよね。これって、やっぱり、人が集まってるところに人が集まってくる。そんなのが、やっぱり、人間の習性としてあるんですよね。これ、盛り上がってるねっていう、日給何万だみたいなゲームがあった時に、そこに資金をぶち込むぞみたいなことを思う思考ですよね。で、これは避けた方がいいな、というふうにスプランを思います。というのも、これ、なくなってもいいお金ならいいんですけど、 ね、これ自分で稼いだ給料とかのお金だったら嫌じゃないですか。で、実際は、これ盛り上がってるから行くんじゃなくて、盛り上がりそうだから仕込んでおくというのが正解だろうなというふうに思っています。で、これは正直一つのイベントがあったりとか、あとはね、インフルエンサーの意見とかで、これ、情勢というのは一転します。 ね。なので、えっと、ここのところは本当に漏れがありそうだから仕込んでおくっていうのは非常に重要なところだと思っています。で、あとは、プロジェクトによっては、これはポンジスキームなんて呼ばれることもあって、かもとなるので、これはやっぱり漏れがあってるところに入ってしまうと、それがやっぱり自分が最後に入った参入者だったみたいなことがあるので、このウェイウェイ思考はやめたいところです。はい。というので、まず1個目の思考でした。で、2つ目が、常に全力で行くぜ思考ですね。 これ、この世界は、レバッジをかけて、資産を大きく増やせる世界なんですね。だから、常に全力で1点突破全部ぶち込んで最大額投資じゃみたいな人がいるんですよ。これはね、うん、なんか、時によってはいいのかもしれないけど、基本、毎回これっていうのは良くないですね。はい。本当に良くない。で、勝率9割の人でも1割の負けで、この場合は全、全財産をね、失いかねないんですよね。で、FX とかだとよく、 コツコツドカーンっていうのを聞きますよね。なんかね、たくさんピップスリハバ取ってたんだけど、なんかそこからドカーンっていうの大きくやられてしまう。なんかちょっと下がって損失出てきたんだけど、いやいや、これはまた戻すでしょうとかって言ったら、なんかその損失がどんどん膨らんでったみたいなことですよね。で、それがやっぱり良くないよねってことですね。で、これはリスクが低そうなところでの投資、これも積極的に行うっていうところが、まあ、スプランは非常に大事だと思います。 もちろんね、たまにこれ全力で行くぜっていう時があります。で、スプランも、例えばステップの本当に再生期の時とかは、本当に資産をぶっ込みました。で、ぶっ込んでめっちゃ増やしましたって感じなんですけど、その利益は今はビットコインにも合っています。いや、ステップでやらないのかいっていうところだと思うんですけど、やっぱりそこは常に全力で行き過ぎても良くないよねっていうところからね、まあやっぱり利益の一部、9割ぐらいかな、はビットコインに持ってきたって感じで、ビットコインだったらちょっとなるべくね、低リスクで増や 稼いだよねっていうところをマスプランはま取っていくってことになります。はい。というので、まあ、やるにしても、まあ、あとは無料から稼いだ種銭でできると、まあ、その常に全力でいくみたいなことを仮にしたとしても、亡、まあ、くなっても、まあ元々はね、なんか頑張って稼いだ給料じゃないからみたいなところで、まあ、心としてもま納得いくし、まあ、逆に強気の投資ができるというところもあると思います。 はい。で、ちなみにこの心の状態っていうのはとても大切なんですよね。で、無料から稼いだ単純にならぶち込める。 ねだけど、給料ぶち込むなら、と考えると、ぶち込んだ分未満に、ね、もしね、NFT の価格が下がっていった、みたいなことがあったら、損した気持ちが強くなりますよね。なので、強気になるべきところで、強気になれないところがあるんですよ。ここは、買い増しのチャンスだ、みたいな時に、買い増せないとかね。そんなことがあったりするわけです。はい。で、スプランは、もちろん、これ、ステップでお金を増やしたって話しましたけど、一部無料の、全財産60万円から資産を増やしてきました。で、例えばね、今、1ビットコイン200 200万円までで暴落ししたとしてもメンタル安定です今は多分600万円台 ?700 万円弱とかですけど、それが仮に3分の1とかになってもメンタル安定してます。まあ、なぜなら60万円から増やしてきた資産だし、 まあね、さすがに1ビットコイン60万になることはないと思いますけど、仮にそのぐらいになっても、まあ正直スプランのメンタルは平気ですみたいな感じですね。まあ実際に過去になんかステップの動画で6イーサー投資して、なんか4イーサー損したんですよみたいなことを言ってる動画があるんですけど、本当になんかメンタルヘラヘラって感じで喋ってるんですよね。なので、まあ本当にここは無料から稼いだ単純にからやるところは重要だと思います。はい。で、最後の思考がプレゼント。アザース ポチポチ思考ってやつですね。で、この世界はギブアウェイとか、あとはエアドロップですね。まあ、いわゆるプレゼントしてくれるっていうものが多いんです。で、うおマジか当たったよ !DM 届いたし、あざっポチってリンクを押す人いませんポチそんな人はあ、なんか変だなぁ。ちょっと Twitter で開いてみるかみたいな感じでやってみると、ああ。 もうパスワード抜かれちゃってるし、ウイルスばらまかれてるし、みたいな詐欺にあった後だったりするんですよね。もうこうなると時はすでに遅いですってことです。なので基本は、まあ会話で発信してる、そのゲームに詳しい人とかね、あとは YouTube とか、まあ XTwitter で詳しい人、ね、通貨ゲームに詳しい人に話を聞かなくちゃダメだよってことですね。もう DM は本当にあかんのでやめてください。で DM は詐欺。 99%ぐらいは詐欺だと思っとくっていうのが基本なので、まあ、この思考はまあね、やめておきましょう。なんか時々なんかステップのね、例えば運営さんからこうね、DM が届いてなんか靴をくれるからって言ってなんかアドレスとなんかね、メールアドレスとパスワードを教えたらなんかログインできなくなっちゃったんですけどみたいな人がやっぱり稀にいるんですよね。だけどそれってもう本当に DM で来ることがないので ね、知ってる方だったら、ステップのノメさんは、DM の対応が遅いとかね、そういったことは知ってると思うんですけど、ね、そういったことを知らないで、やっぱり手を出してしまうっていう人がいるので、そういうことはないように、ま本当に気になったら、本当にスプランでもいいので、なんかこう聞いてみる、コメント欄で聞いてみると、やっぱりコメント欄見てね、なんか答えてくれる人とか、あるいはスプランも答えたりするので、そういったことをやるっていうのは、まあ、大事かなというふうに思います。で、まあ、時々聞くと、それを便乗してね、なんか DM 送ってくる探しみたいな人はいるので、 そういった詐欺師には気をつけない。といけけなないいいですけど、まあ、なんか聞聞くく癖詳しい人に話を聞くっていうのはは大事にした方がいいいいいんじゃないかなかととスプラは思っています、はい、ということで、まあ、まとめるとですね、ウェイウェイ思考はね、あの、本当にダメですね。いくら稼いだとしても、この思考から抜け出せないと最終的には損をします。他にも、常に全力で行くで思考。あと、プレゼント、アザース、ポチポチ思考の人ですね。これはやめましょう。なんなら全財産なくします。というので、手段はともあれ、自身の大切な資産を投資しているわけなので、動画を通してですね、 ですね。この損しないマインドにしていきましょう。で、中にはですね、このマインドを抜け出すと、今からね、もう今月から。 月給100万、そんな人もいるかもしれないですよね。まあなので、この思考、皆さん当てはまったなと思ったら、ぜひそこは避けていきましょう。はい。というので、まあね、そんな無料で単純を作るみたいなところ、じゃあどうやって単純作んねみたいな、ちょっと気になってる人いると思います。そんな人は、スプランのメルマガ読んでください。すでに310名の方が登録くださっている、完全無料のメルマガです。圧倒的知識、稼ぎ方、裏話みたいなところが見れます。はい。と、な感じで、 本当に NFT ゲーム、重要単語44世のまとめスライドプレゼントしていたり、NFT ゲームで2ヶ月で250万円稼いだ方法なんていうものをプレゼントしたりしてます。これ最初の方に届くので、ぜひまだの方はですね、ベルマガ概要欄の方から登録していただけると嬉しいなと思います。はい。そしてまだね、このチャンネル登録してくださっていない人いらっしゃいますよね。ぜひチャンネル登録して、ベルマークを通知オンにしていただくとですね、スプランのこの動画、 逃さずね、通知が行って見ることができると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そんな感じで本日は以上になります。また次回の動画よろしくお願いします。ということで、また動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではでは。